うわ、滑る滑る。はい、アキラです。これ今の、伊賀街道ですね。国道163号線、これ橋渡ってさっきの旧伊賀街道の反対の方から行ってみたいと思います。反対側からね、どこやっていくか、バイクでどこまで入れるかね、ちょっと行ってみたいんですけども、こう行けばいいのかな。ここはなんか旧伊賀街道っぽいね。あー、すごい雰囲気あんな、これなんか本当にあの時代劇みたいな家が建ってるね。なんかすごい古い石垣みたいなのがね。ああ、ここだね。ここ行ったらどうなるものかっていうね。さっきのところまで行けるのかな、これ。ああ、ここなんかお地蔵さんがあるな。六地蔵。この裏側にも、あ、なんか滝があるね。お地蔵さんだ。三体仏。うわあ、ダメだ、今日はちょっと滑るね、これ。雨降ってたのかな、これ。ちょっと埋まっちゃってるな。七体地蔵。ああ。あ、これは随分新しい仕掛けだね。
ここはおそらくね、さっき歩いてきたとこだね。あ、そうだね、この、まあ、ここからはバイクで行かない方がいいな、もう。やっぱり旧伊賀街道行くんだったら、車で行くんだったら、あの伊賀側から行った方がいいですね。いや、やっぱりもう旧伊賀街道これやばいね。今日ちょっとコンディション悪いんでね、あ、滑る滑る。したらやばいなこれ。うわ、滑る滑る。でもなんか反対側から来るとなんか特に行き止まりとか何もないよね。あ、ここに書いてあった、この先通り抜けできませんって。どこまで行ったらいいのかね。はい、ということで、伊賀街道の江戸時代の旧道ですね、これがね。以上です。